で、秘密クラブって、秘密クラブ。はい。秘密クラブってね、こう、言葉の響きがとても陰秘なそうですね、そうです。感じもしますよね。僕、昨日、都内の、とある、新宿2丁目ではない発展場と言われているところにちょっと潜入してきたんですけど、そっちの趣味があったんですね。どうですか？恐ろしいというか、取興味材深いでです。行ったんですか？中も奥までは踏み込めませんでしたけれども、ここかと。っていうのもあります。あ、そういう秘密クラブってのはいっぱいあるんだなと思いながら、そういえば三坂さんの新しいアルバムには秘密クラブって曲が入ってたよなと思バレちゃいましたいながね。らね。どうやら。秘密クラブです。ただこの曲こそ本当に秘密にしとかないと。本当ですよ。そうです。この曲を聴いた時にまず思ったのが、そのインドに、だるまっていうこう見せ物があった。都市伝説のあの、ダメなやつだ。あれかダメだ。僕、実際インド行きましたけどもね。で、どこでだるま見れるのかと思いましたけど、な聞けかなないかですそよれね。は、まあなんかね、だるまって言っても分かんないんでね、この言葉になんて言うのかよく分かんなくて。ただ、まあ、実際に行ったところ、あってもおかしくないなと、ああ、そうかの国に関して思いましたけどね。まあでもそんなね、まあ、東京で言えば新宿の花園神社のまあ、シそェルうターなんかですもね。ね、ちょっと思い起こさせますけども。犬神サーカスさんの、ね、曲ではよくこうそういっですたね。不可思議な、不可思議でありながら実は現実にあるというものとかね、よく歌われてきました。なんかね、結局見てる人がそのファンタジーを感じてるわけですよ。で、なんてかわいそうなんだろうとか思って楽しい。だけど、やってる方は仕事だから、まあ、金くれればいくらでも演じてあげますよ、みたいな。まあ、ざっくり言うとそういう感じですね。ざっくりじゃないと、ちょっと全然そうしちゃいけないかなっていう。そうね。でも、だからそのギャップと、見てる人と演者側のギャップと、その、こういう立場の人から見える現実とっていう、だんだんね。ちょっと説明難しいですね。ね。明さんも詳しいですよね、この本はね。そっち方面ですか。まあそうですね、都市伝説に関してだったらば、まあ、それもね、なんつったらな、まあ、都市伝説が何をもって都市伝説というかというさ、現実に見た人がどんだけいるのかっていうところから、誰の話を伝わってこう来てるのかっていうふうにして、こう伝説になっちゃったりとか。まあ中でもね、そういった見せ物小屋から端を発するようなものっていうのはね、今だまあこれ放送禁止じゃないと思うけど、当たり前だべらぼう目って言うじゃないですか。べらぼうってのは何かっていうのを調べたことがあって、べらぼうっていうのはこう江戸時代の見せ物で、黒くてヘラみたいにすっと長い人間がこの世にはいるんだっつって。それを見せるぜ、これがべらぼうだって今思うと黒人のことだったと思うんですけど、これ言えねえな、これも。まあそういう昔からね、あるんですね、こういう中で、そこで働かされてる、ね、べらぼうさんの、心境たるやどうだったのかなとかね、今と違ってまた、いろいろ世界情勢なんかも考えると、どういう経緯でこっちに来たのかなとかね、考えるとなかなかこれもドラマチックかなと思いますよ。このままでライブではやっていないんですか？これはやってないですね。このだからやっぱり B メロの歌い上げるところの歌詞って思ってほしいですね。すごいいいメロンなんそう。ですよ。いいメロに乗っか、なんかね、ちょうど良かったの、ハマりが。そうだね。なんか、でも、なんかグッとくるところだよね、なんかと僕は思うけ周りくどく言うのも、
下手したらこの言葉自体みんな知らないかもしれないですよ、ね、今って、うん、そうですね、うんうん、なんかちょっとねどうかなと思ったんですけどちょうど良かったんですよねそのメロに、うん、その説明するのにまあでもなんていうんだろう内容的には決してそれを卑下してる、うん、わけではないと思うので、うん、そうですねとても僕はすごくグッとくるところなんですけどね、うんうんただ放送はちょっとただ切り取ってみるとそこの歌詞ってなるけどでも内容はすごくグッときます、ねうんうん、その意味をねよく考えてほしいそうですね、うん、そういうことで、ねね、文脈を読めと うん、そこで切り取って文句言っちゃダメですよだからね、うんうんうん、そういうことです、はい、その秘密クラブはどっかにあるかもしれませんあるかもね、あるでしょうね、そんなところに通い詰めてるとこんなことになっちゃうんですかねじゃあね次の曲のタイトルのようにおっと、機能不全な、はい、そうですね、ファミリーに、機能不全家族っていうのが大きく出ましたね、はい、大きく出ましたねあれ大きないいやいやいやもう家族崩壊とかそんなんじゃない、ない。機能不全だと。まあこれがやっぱりね、何、情報化が進めば進むほどみんな自分の個人の時間を大切にするだろうなと、うんの中に入っていくだろうなっていうことですよね。まあ歌詞の意味的にはね。でまあそれが。家族の中だけでとどまったりはいいけど、うん、世界的に国家単位でもうそうなんじゃないのっていうところもあるよね。この家族の意味を、うん、いろいろ考えるとってことですね。そうそうそう。うん、ちょっとで曲も面白いじゃないですか。もうね、みんなユニゾンで。素人臭い感じがね。こういうことをやってみた。ギャル版のさ、うん、あのはちゃめちゃなギャル版ってなんかこういう曲やりそうですか。だからあきら兄さんにそういうのがいいよみたいなのを結構前に言ったら作ってくれた、ね、面白いですもんね。面白いよ。うん。うん、こう20年ずっと何しっかり活動してきたバンドはとってもやんないような曲をやりたいですね。そうですね。3ヶ月目かっていう感じです。もうアイデアも末期だなって。これアイデア末期にこう出せる初期衝動みたいなね。うん、そうそうそう。たまんないですね。いや、でもね、この曲も含めてだけども、うん、その、この音からこう匂い出てくるそのアナログ感。うん、生々しい音の感じっていうのはもう昨今のアルバムにはなかなか得られないね、あの味わいでもありますよ。あ、それをやっぱり落ち出せるっていうのは犬神坂さんやっぱ強いなと、バンドとしてね。これだからどっちがいいのかっていうのはやっぱり思いますけどね。確かにね、例えば、うん、ギターソロとかだってもう何回か弾けば、うん、むしろこう部分だけ、うん、直しちゃったりすれば、むしろこう音ずらして直しちゃったりすれば、まあ、もっとこうリズムにはまったみたいな、もっとこうきっちりと上手ですよっていうふうにはできちゃうじゃないですか。でもこうどれぐらいにしとくかっていうのが、そのグルーヴ感と勢いと荒さと、僕はだからどっちかっていうとあんまりバカ丁寧に弾けてるよりもちょっと荒いぐらいのテイクを採用しちゃうことが多いんですけど、うん、このね、うん、で僕はそっちの方がいいのかなって、うん、特にうちのバンドでは、うん、と思ってやってるんですけどね。だから分析するとさ、うん、性格だからかっこいいかっていうとそうではないっていう、うんうん、ドラムのドンパッドドンパッドンパッドドンのドドンがあるじゃない、うん、はい、これが打ち込みだとドンパッドンドンってこう、はいはいはい、完璧にこう、うん、ね、はジャストに入るんだけども、うん、人間がやるとですね、ドンパッドドンってちょっと、うんうん、次の拍に近寄ろうとしちゃう、うんうん、でそうじゃないとかっこよく聞こえないっていうのってあると思うんだよね、うん、なんかそれこれはもう
なんでかっつったら、なんでかわかんないんだけど、そこでのなんか、ね、そこでしか生まれない人間がやることによっての、なんだろうな、癖みたいなものっていうのはさ、これなくしちゃいけないと思うんだよね。そうですね。うん、これなくしていったらもう人間がやる演奏する意味ないから。そうですね。うん、そういうバンドの方がウケたりするんだけど。そうですね。で、みんながそうやっちゃうともう直さざるを得なくなるんですよ。下手って思われちゃうから。そっちが標準になっちゃう。そうなんですよ。でもなんかさ、あのやっぱ普通の演奏して上手な人っているじゃん。うん、ドラムの、うん、あやばい、うん、あのジャストの人とか、うん、すごい現代的なドラム叩くなみたいな、うん、上手だなと思うけど、全然多分一緒にやっても面白くないんじゃないかってちょっと思っちゃう時があるの。カラオケでいいじゃんってなっちゃう、ね、あのちょっとね後ろよにある、うん、それが気持ちいいんだよ、うん、それがもうたまらなく気持ちいいんですよ、歌ってて。なんだろうね、まあ息も合ってるとは思うんですけど、うん、もう長くやってるから。ああもうアキラ兄さん以外はちょっと無理だね。あらそう、だから、ね、太鼓の達人なんかやると全然合わなくて、うん、全然遅れちゃう、うん。だからあのね、よくあるカラオケのその採点の、うん、あれもその要は基本的にはそのジャスト原曲に同じようにみたいなものなんだけど、要は、それとずれたところでまた面白さっていうのは本当はあったりするんだけど、うん、なかなかね、まあ、それはまあゲームですけどね、うん、本当にそういう人間らしい幽霊みたいなもの、うん、バンドの魅力にもつながってきます、ね、それはもうなくしちゃいけないでしょうね、まあ、そんなものがねよりこう直接体感できるのが犬神佐和子さんの全国ツアーである。おっと、さすが旦那、あげるなぁ、ね、そうですね、はい、もう間もなく始まります、ね、そうですね、はい、うん、もう、31日、31日から広島を、はい、うん、ハロウィンですね。そうですね、ハロウィンって31日なの。そうそう、ね、30日です、ちょうどハロウィン。その文化ねえからさ。そうね、うん、特に何もしてないです、ね、特にないです、ね、うん、だいたい毎年あの31日ぐらいやっぱりライブがあって、うん、なんかハロウィンだし、なんかあそこドン・キホーテあったからなんかおかしかって、アンコールの時巻こうよみたいな言ってる、事前まで言ってるっすけど、当日絶対忘れてる、その文化根付いてない。いやでもこのねアルバムを引っ提げた、はい、ツアーということですから、はい、これはもうよりプリミティブな、うん、そうですね、プリミティブな、そうですね、そうですね、古き良きロックという、そうですね、体感的人間らしい、人間らしいグループで、でもまあなんて言うんでしょうね、圧倒的でしょうね、うん、僕らアンプも買いましたしね。そう、ジーニーアンプ買ったんですよ。そう、あ、俺も買った。そう俺も買った。何得意なの？ジーニーのこと言って。それ買った。新規購入を。そうです、うん、しましたね。お、新しく古めのアンプを買いました。僕は割と最新のテクノロジーのやつ買いましたね。そしたらもう中尾ともうみんなでかくなってでかいよ、かぶってんなみたいな、大変なんですね。抜けるよね。僕800買っちゃった、すごい抜けるよ。俺も800買ったので、ちょっと音量上げないと、うん、それちょっと耳がやられるっていう、うん、楽しみだよね、そのアンプにも慣れつつ、そうですね、うん、そうですね、新しいちょっと機材で挑みますし、あとはもう新しい曲もやりますし、そうです、もちろん古い曲もやりますし、これをだからアングラとロック、はい、ここをどういう折り合いをつけて我々がライブをやるのかっていうところを楽しみにしていただければいいなと思ってます。はい、はい、分かりました。という感じで、はい、はい、はい、いいですよ、いいですよ、大丈夫なんですか、はい、はい、大丈夫かと思います、はい、はい、ありがとうございます。はい、ホームページをチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。犬神サーカス団でした。イエーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。